新しい考えから出発してる。だからヨーロッパっていうものは、歴史っていうものは一度きりの原理であると、こういうふうに考えておるわけでございます。歴史っていうものはいつでもこう一度きりの原理が次から次に変わって展開してると、こういうふうに東洋人のはそうやね。お経でも5500巻のお経っていうのは整列